ジョン・ヘンリー・ポインティングは、イギリスの物理学者である。電磁場の持つエネルギーの流れの密度を表す、電磁場と磁場のベクトル積である、ポインティングベクトルや、太陽の放射が宇宙人に対して働く力、ポインティング、ロバートソン効果などで知られる。マンチェスターのモントンに生まれた、1880年から没するまで、メイソン科学大学バーミンガム大学の物理学の、 教授を務めた。1884年に発表した論文で、ポインティングベクトルと呼ばれる電場と磁場のベクトル積を用いることを考案し、ポインティングの定理を発表した。1893年に新しく開発した手法で、万有引力定数の測定を行った。1903年には微小な宇宙人が太陽からの輻射圧によって減速され、 徐々に内側の軌道へ落ち込んでいく効果である、ポインティング・ロバートソン効果について考察した。1888年王立協会フェロー選出、1893年にアダムズ賞、1905年にロイヤルメダル、1910年ベーカリアンがメダルを授与された。ありがとうございます。